自然から命を授かる。湧き出る泉のごとく水を守り、海を守り、命を守る。この沖縄宮古島から国家間、民族間、人種間、宗教間を超え、咽頭税に苦しめられたアララガマザムシーはその心を打つ。人類に対する強い力となって平和の架け橋となる。世界平和祈願祭マティダ祭り開演です。
姫マツコさんでした。都なぎすまー
この大切なふるさと宮古島とですね、この島に見てくれた漁師の子って書いてあったんです。多分皆さんご存じの方もいらっしゃるかと思いますので、よろしければ一緒に口伝えてください。話し合ってください。Oh, yeah.
下地悟さん、そして南さん親子の演奏をお聴きいただきました。
まあまあ
Beauty that to us could not see.
改めてご紹介いたしましょう。平良さんです。本当はねインタビューしたくなかったの、この身長さ。今思いついたんですね、インタビューしようかなというふうに。あなたが歌っていらっしゃるときにね、平良さん、栄写真センターの娘さんですね。お父さんが栄民志さんですよね。ね、そして弟さんが那覇市議会議員。兄ですね。はい、兄さんですか。はい、平良さん本名は何でしょうか。本名は秋子なんですけど、はい、2003年5年ですね、芸名を平良にして、またもっとより宮古島とこう常にこう一つであるという意識と、また励まされているということで名前を変えました。はい、今足も曲げて腰も曲げて僕はもうこうしても間に合わないっていうね。いや秋子さんね、確か平重の民謡研究所で民謡のお勉強なさってましたよね。はい、最初はそうですね、それから沖縄本島に那覇に引っ越したので、今また沖縄本島でやらせてもらってます。沖縄宮古民謡協会ですね、今入らせてもらってます。沖縄宮古民謡協会で、宮古民謡を勉強していらっしゃるというようなことなんですが、まあ秋子さんはですね、私から比べるとかなり年齢も若いんですが、宮古の言葉でですね、やっぱりこの難しい発音とかがありますが大丈夫ですか。いや先週実は多良間島で歌ってきたんですけど、リーに丸が言えませんでした。ね、タラマはまた難しいんですよ。タラマはちょっと巻き舌みたいなのが入るんで難しいというふうに思いますが、宮古島ではズっていう発音がありますよね。ズね、例えば君のことをブーグズと言ったりしますね。まあイに丸だったりスに丸っていうふうな表現をするんですけども、もう一つツという発音があります。例えば時ね、時を刻むの時がツツね、ツという発音があるんですよ ね。だからこの先っぽのことをサツとかね、そういうツという発音があるんですよ。そのあたりね、もう本当になくなっていくのかなというふうにも思ったりするんですけどもね。ところで平良さん非常に大活躍のようでね、最近はいろんな世界各国飛び回ってるようなんですが、これからのですね希望とかありましたらぜひお聞かせ願いたいと思いますが。海外で歌わせてもらう機会が多いので、これをもうまた本当に宮古の歌をたくさんいろんなところで歌って魅力を伝えていきたいと思ってます。それが、はい、夢です。はい、はい、それでは宮古島の皆さんに一言どうぞ。キュイヤタンディガタンディ。ありがとうございました。アーカイミヤキュイヤアパナキュティルギタメルのシミルタねえ、まあ本土からいらっしゃった大和の方に、ちょっとね、説明をしましたが、アパラキューティルンにインタビューしてたというのは仰ぎ見るようにしてインタビューをしましたよというようなことをお伝えしたところでございます。キナ・ショークスさんです。どうぞ。
Thank you.
性が表に出ると平和は実現する。あまりにもこの文明は男性だけが持ち遊んでしまった。ぜひ都から、ね、お祭りの心をあの送ってください。ありがとう。Thank you.
Oh,
子です。宮古島に帰ってきました。今日お越しの皆様ありがとうございます。宮古の風吹いてください。Thank you.
Yeah.
世界平和音楽祭、うまきだ祭りお開きでございます。